と手前の車庫から通勤通学路口に活躍する電車たちが出発しました。中央奥の車庫から向かって右側に出発した電車はアルミの車体にオレンジ色がアクセントになった5万系電車です。また平成25年6月より野田線に新型車両6万系が登場。人と環境に優しい東武電車の新しい